はい、皆さんこんにちは、ジョニーです。僕は今ですね、羽沢横浜国大駅に来ております。で、本日何をするかって話なんですけれども、ここ羽沢横浜国大ってもうどう見ても相鉄の駅なんですけども、実は JR の駅もあるんです。本当に JR の駅あんのって思った方、はい、ここを見てみると分かると思います。ほら、ここに JR 東日本って書いてあるでしょ。そう、ここは相鉄管轄の駅であるし、また JR 東日本の駅でもあるのです。ということは必然的に JR の切符を買えるわけなんですけれども、んと思うでしょ。じゃあ JR の券売機あるじゃないかと。実はこの駅ないんです。完全に相鉄の駅なんです。で、全く JR のことなんて全く書かれていません。ここしかないですね、今のところ。さてと、さあなんで話をするかって話ですよ。そう、お待たせいたしました。私鉄の切符で新幹線に乗車しましょう。おお、久々の企画ですね、これ。ですが、今まで私鉄の切符って乗り換え切符が多かったと思います。どっか途中で JR に変わってって感じだったんですけど、ここはもう完全に JR からです。 JR に乗るともう完全に JR の路線となるわけです。相鉄全く関係ありません。ですが、発見されている券売機がなんと JR 仕様ないので、相鉄だけなので、ちょっと面白い切符となりますね。さて、どんな感じなのかちょっとやっていきましょうか。はい、一応運賃表には、相鉄の案内と JR の案内があります。相鉄も今でかい羽沢横浜国大ですが、この動画が出てる頃はもう新横浜とか相鉄の方も出ております。連絡切符どうなんだろうな、新横浜しか出ないのかな。ちょっとまだここまで把握はされておりませんが、開業した時には出てるでしょうで、一応 JR 線の切符を売ってるわけです。ここの JR の切符はここで買えるので、 JR 線の切符を買うってすると、JR 線の、切符がね、いろいろとね出てくるので、これで買えばいけます。ですが、完全相鉄の駅なんでね、指定席券売機とかそういうのは買えません。で、 JR でさ、どこまで行こうって話になりますけれども、新幹線のね、適用範囲内、多分大宮までね行こうかなと思っています。そこだったら1100円の切符買えばいいのかな。これで行ってみましょう。ということでね、切符を、出しましたが、なんとね、オレンジ色の切符ではなく相鉄仕様の切符になります。多分ほら、なんか相鉄っていうのがなんかちょっと模様がなんだろうか、これちょっとわかるかな、ちょっとピントが合わねえな。あ、ほら、鉄道、そう、多分 JR の模様なんて一切入っておりません。全部相鉄の切符さになっております。ちょっと変わった切符ですね。多分全国でもここだけじゃないですか。いや、わかんないですけど、 JR のじゃない切符でね、JR の切符買えるっていうのは、乗り換え切符は別ですが、完全にこの駅はもう起点から JR の路線バイだけなので、本当に珍しいと思います。ここ大体他社管轄の JR の駅あるんですけれども、それでも JR の切符が来たりするので、珍しいっちゃ珍しいですね。はい、一部第三セクターとかでそういうのでなってるってことは多いですけども、ということでね、もうね、ここにいても用がないので改札入っていきましょう。それでは、はい、 OK です。で、乗る列車なんですけれども、2番乗り場、各駅停車、新宿行きですね。これで行きましょう。ちなみにちょっとうっすらと見えるんですけれども、新横浜東急線方面ってちょっとうっすらとデコボコしてる目に見えますね。一応ここを見てみると、白地でね、武蔵小杉、渋谷、新宿、川越編って書いてますけど、ちょっと背景に新横浜とか東急線とかって、一応開業に向けたね、準備がなされております。はい、ということでね、やってきました。おい、 JR 車かよ。おーい、比率的に JR 車の方が多いのかな、これ。いや、これに乗っていきますよ。とりあえず武蔵小杉で。次は JR 武蔵小杉に停まります。
とりあえず武蔵小杉ですね。まあといっても隣西大井でもいいんですけれどもでその後なんですけれども、まあ、それは3分後にね君津駅来るのでこれで、東京まで行きましょうか。これ3分後ですね。来ました、スカレンジ耳ふん、東京に到着ですね。さてね、ここから、ね、新幹線に大宮行きましょうか、はい、ということで、ね、まず私自由席特急券購入してなかったので、ね、ここで、ね、自由席特急券購入しましょうか、はい、ということで、ね、東京から大宮の自由席特急券購入いたしました。これに乗りましょう、はい、今回使用するのはこのハザード横浜国大から相鉄仕様の東日本快速線の江戸圏にですね1110円区間、そして東京から大宮の自由席特急券、この、ね、2つを使って、ね、行こうと思います。それでは、ね、早速ですけども、ね、改札入っていきましょう。さてどうしましょう。 GO! ダララ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 、はい OK です。はい、乗車する列車、まあ、一番速いのは翼なんですけど、どうしても7両編成で全車指定席なのでね、ていうか7両編成単発で入るのか珍しい、まあ、次に自由席があるとしたらこいつ浅間617号長野駅、これですね、自由席1から5号車 E7 系です。これに乗っていきましょう。ということでね、23番乗り場15時4分発浅間617号長野行きですね。まあ無条件で E7 もしくは W7 なんですけど、ということで、ね、15時4分発のね、浅間何個か忘れましたけど、これに乗ってね、とりあえず大宮まで行きます。新幹線乗るっていうのにちょっとめちゃくちゃびっくりですけどね、新は東京上野ですけど、もしくは東京市内は大宮で降りる人がいるよみたいな、びっくりですね。しょ、言われした、はい、なので、ね、改札出ますか、はい、はい、ということでね、この乗車券はこれにて終わりとなります。ありがとうございます。はい、OK です。ということでこいつも終わります。ありがとうございました。はい、ということで、ね、大宮に到着いたしました結果論乗れますというか、当たり前なんですけどね、乗り換え切符でない完全施設の乗車券でね、金貨線乗るというのはなかなか初めてのことでしたけどね、斬新ですね、はい、ということでね、今回はねこれにて終わりとなります。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。